はい、それではまず社名とお名前をお願いします。キーンジャパンのマーケティング部、久保と申します。久保さん、よろしくお願いします。そうしましたら、まずお取り扱いしているブランドについて教えてください。社名そのままなんですけど、キーンっていうあのアウトドアフットウェアブランドを、取り扱っています。はい、いろいろ商品並んでるんですけども、その中でもおすすめこれだっていうのあれば教えてください。はい、じゃあまずメンズからいいですか。ウィンターポート2っていうあのスノーブーツになります。これはあの 17FW ですね。あの最新のカラーになるんですけど、メンズのみ完全防水で、中も保温力の高い素材を使ってたり、あと雪の上では滑りにくいあのデュアルクライメットラバーという特殊なあの素材を使ってたりと、まあ、かなりあのギア向きなアイテムとなってますね。では本格的な雪山登山みたいなものにも対応できる。もちろんですね。はい、他何かございます？女性のレディースのモデルからこちらエルサブーツというタイプになります。とこちらもあの新しくカラーとあと、素材の仕様がアップデートされたものがいくつか発売されて、一応要注目アイテムとしてはこちらのウールですね、素材をアッパーに使用したカラーなんかがすごくあの注目されていると思います。ありがとうございます。それではあの今日来られてない方に向けて一言メッセージあればお願いします。はい、ちょっとあのうちはアウトドアの靴のブランドなんですけど、こういうちょっと横乗りの業界の方たちにも知っていただけるすごくいいチャンスを与えていただいて、まあ、こういうあの雪板をあのメインであのやってるアンバサダーで5名を厚くんという長野のローカルの方をサポートしてたりとか、彼とのコラボアイテムが出てたりとか、はい、いろいろとあの盛り上がってくるシーンなんで、キーもそこに絡んであの新たな一面を出していけたらと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。